どうも、木俣俊太です。今日も動画を見てくださってどうもありがとうございます。今回はフリーの役者の活動方法というテーマでお送りしたいと思います。僕は以前木下ほうかさんなどがいらっしゃる芸能事務所でマネージャーをしていたことがあって、自分自身も俳優をしていた経験があるんですが、今回の動画でもその頃にいろんな監督さんやプロデューサーさんから教わった大事だなと思うことを皆さんにシェアさせていただけたらと思います。芸能界で活躍することを目指す方々に役立つ情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録していただけたら幸いです。というわけで、早速本題に入っていきたいんですが、役者の方が芸能のお仕事情報を得る方法としては、今の芸能界のシステム上、芸能事務所に入っているということが一番有効というのが、どうしてもあって、その詳しい理由については、このサムネイルの動画で詳しくお話しさせてもらっているので、そちらをご覧いただけたらと思うんですが、そうは言っても現時点で芸能事務所に入れてなくて、今はフリーで活動しているという役者さんもいると思います。じゃあそういうフリーの役者さんは活動のしようがないのかっていうと、そんなことはなくて、フリーの役者さんでも活動できる方法っていうのはたくさんあります。なので今回の動画ではフリーの役者さんがどういうふうに活動していけばいいのかっていうことについて考えていきたいと思います。この動画を見てくださっている方の中には、映像作品だったり舞台は芸能事務所に入っている人じゃないと出られないっていうふうに思っている方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、事務所に入っていないフリーの方でも出られる作品っていうのはあります。映像作品でいうと、いわゆる自主映画と呼ばれるものがそうで、そういった作品のオーディション情報は、芸能界に所属していない方でも知れるサイトというものがありまして、代表的なものだとシネマプランナーズというサイトがそうなんですが、そういったサイトに載っているオーディションであれば誰でもエントリーは可能です。もちろんそういった誰でも知れるオーディション情報は、ちょっと言い方悪いですけど、ピンキリというか、必ずしも絶対応募すべきっていう、そういう有料案件ばかりではないんですけど、良い募集の見分け方としては、まずは作品の詳細がちゃんと書かれているかっていうのを見た方がいいと思います。制作するのはどんな団体なのか、どんなあらすじの作品なのか、その団体や監督の過去の実績はどんなものがあるのか、募集するキャストはどんなキャストなのかなどがちゃんと説明されている募集文かっていうのをまずは見た方がいいと思います。また過去の制作作品などが YouTube で予告などが見えるかどうかっていうのを調べたりするのもいいと思うし、そういう過去の制作作品の映像が見れて、この作品自分出てみたいなっていうふうに思えるんだったら、その作品には迷わずエントリーするべきだと思います。まとめると、監督さんの本気度が伝わってくる、そういう案件がエントリーすべき案件だと僕は思います。募集案件の中には、例えば映画学校の生徒さんが作る作品というのもありますが、言ってしまえばそういう若い監督の中から未来の大監督が生まれるものなので、学生さん制作の作品だからって侮らないで、そういう募集文にも目を向けた方がいいと思います。それと良い自主映画に参加する他の方法としては、都内で定期的にそういった良質な自主映画の短編作品をまとめて上映するっていう映画祭みたいな、そういうイベントが開催されてたりするんですけど、そういう映画祭にはその作品の監督さんも舞台挨拶として参加されてることが多いので、そういう映画祭に足を運んで、あ、自分はこの監督さんの作品出たいなって思う、そういう作品が見つかったら、その作品の上映後の舞台挨拶の後とかに、監督さんに話しかけてみて、次回作参加したいのでオーディションなどがあったらぜひ参加させてくださいみたいな声のかけ方をして、自分のプロフィールを渡してみるっていうのもすごくいいと思います。次に舞台に関してなんですけど、舞台もフリーの役者さんでも出られる舞台っていうのはありまして、先ほど紹介させてもらったシネマプランナーズでもそういった募集は載ってますし、あとは実際に自分でいろんな劇団さんの舞台を見に行ってみて、あ、この劇団の作品出たいって思える、そういう劇団が見つかったら、その舞台の上演後とかに、きっとエントランスに、主催の方や劇団員の方いらっしゃると思うので、話しかけてみるっていうのもいいと思います。そうやって地道に自分の出演作品っていうものを増やしていけたら、自分の演技力も人脈も増えていきますし、そうやってある程度の数の出演作ができてから芸能事務所のオーディションを受けるようにすれば、事務所のスタッフさんもより興味を持ってくれて、オーディションの合格率っていうのも上がると思います。あと、このチャンネルでは結構何回も提案させてもらってることなんですけど、 YouTube での発信活動っていうのも、
フリーの方でもできる有効な活動の一つだと思ってて、自分で例えば一人芝居をしている動画をアップしたりとか、役者仲間と一緒に協力して短編作品を撮ってみてそれをアップしてみるっていうのもすごくいいと思います。そして事務所のオーディションを受けた時とかに自分のプロフィールと一緒にその YouTube の URL をメールに載せて応募すれば事務所のスタッフさんも見てくれると思いますし、オーディションの合格率っていうのも絶対上がると思います。まあ、言ってしまえば自分が出演できる作品が見つからなかったら自分で作品を作ってしまおうと、そういうことですね。もちろん自分で脚本を書いたりカメラを回したりっていうのは大変なとこもあると思いますが、そういう活動は絶対役者としてもプラスになると思います。そんなわけで今回はフリーの役者さんの活動方法ということでお話しさせてもらったんですが、フリーでもできる活動っていうのはたくさんありますので、ぜひ皆さんも小さなことからでもいいのでやってみてもらえたらと思います。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださっている皆さんが役者として活躍していってもらえることを心から祈ってます。この動画が良かったなと思ってくださった方はグッドボタンを、それとこれからも皆さんに役立つような芸能の情報を動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter などでシェアなどもしていただけるととても嬉しいです。またこんなことが知りたいようなどありましたら、ぜひ今後作る動画の参考にさせていただきたいので、コメントなどで教えていただけたらと思います。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。